金崎は日本海軍の特務艦。金崎型運送艦の一番艦。当初は雑役船として計画され巡航したが、太平洋戦争中に特務艦となった。太平洋戦争末期、輸送任務中に撃沈された。1938年10月28日に品事変に関する第三次戦備促進に関する検証儀が、 海軍大臣に対して提出されたが、その中には小型冷凍船2隻の整備が盛り込まれていた。これに基づき、昭和14年度計画で建造されたのが1000トン型の元船と600トン型である。本船の運用実績を受けて、マルリン計画で同系3隻が建造されることとなったが、本船とマルリン計画間とで大きく異なる点は、以下の通り、 1940年3月7日、大阪鉄工所桜島工場で寄港。6月27日、浸水。7月1日、雑役船に編入され、船名を、交渉番号第4006号に、船首を冷凍船に、所属と、共用先を、佐世保海軍軍事部に、定数別を臨時付属にそれぞれ定められる。9月30日、竣工。 1940年10月25日、船名を南進に変更。1941年3月8日、共用先を佐世保海軍軍事部に変更される。以後の1941年中は、トラック、サイパン、パラオ、ポナペ、クサイ、ヤルートに対する領食補給、連絡、特設運送船の200補助等に従事する。第4海軍軍事部長は、 海軍省へ提出した功績外検表中で、南進の存在とその功績を高く評価した。1942年4月1日、特務艦席に編入されて木根崎と命名され、木根崎がタウン艦の一番艦に、本席を横須賀陳府にそれぞれ定められる。第4艦隊付属に編入。4月1日現在、横須賀に在泊中。十三日、 トラックへ向け、横須賀を出港。5月1日、トラック機。以後、各根拠地に対する領食補給に従事。5月3日、ラバウルへ向けトラック発。6日、ラバウル機。15日、内地へ向けラバウル発。20日、サイパンに寄港。26日、横須賀に帰島横須賀帰島後、7月28日まで、横須賀海軍交渉で修理を行う。 7月28日、トラックへ向け横須賀発。8月4日、トラック機。10日、内地へ向けトラック発。12日、サイパンに帰港。18日、横須賀に帰島。横須賀帰島後、9月1日まで横須賀海軍交渉で修理を行う。9月1日、マーシャル諸島とギルバート諸島に対する領食補給のため横須賀発。8日、ヤルート機。 以後10日、ミレ、11日マキン、12日タラワ、13日オーシャン、14日、ナウル、17日クサイ、初カ日ポナペにそれぞれ寄港して、量食補給に十時二23日、トラック機、29日、マリアナ諸島に対する補給のためトラック発、10月1日サイパン、四日ロタにそれぞれ寄港、7日、トラックに寄港、13日、 ラバウルへ向けトラック発。17日、ラバウル期。20日、ラバウル発。24日、トラックに帰島。27日、内地へ向けトラック発。11月3日、横須賀に帰島。6日、横浜へ開港し、12月いっぱいまで同地で修理と改造工事を行う。工事終了後、横須賀へ開港。1943年1月7日。 マーシャル諸島に対する領食補給のため横須賀発。11日父島、14日台、鳥島、17日クエゼリン、22日ブラウンにそれぞれ寄港し、31日横須賀に帰島2月11日、ギルバート諸島に対する領食補給のため、3211C 戦団に同行して横須賀発、途中で分離し、 二十二日クエゼリン期。三月一日マキン、二日、タラワ、四日、ナウル、五日、オーシャン、七日、ヤルート、9日クエゼリンにそれぞれ寄港し、二0日横須賀に帰島。以後、四月下旬まで横須賀で修理と整備を行う。四月二十六日、マーシャル諸島に対する領食補給のため横須賀はず。三十日南鳥島、五月に日大鳥島。 5日、グリニッチ、7日、クエゼリン、12日クサイ、15日イメージ、17日、タロア、18日をゼニそれぞれ寄港。19日、クエゼリンに寄港して補給を内地へ向かう。29日裁判に寄港。6月4日、横須賀に寄港。1943年12月10日、ミレ付近で、 アメリカ陸軍機の基準操作を受ける綺崎6月21日、マーシャル諸島とギルバート諸島に対する領職補給のため横須賀発。29日クエゼリン、7月1日ヤルート、3日、クエゼリン、8日、ヤルート、9日、マキン、11日タラワ、13日オーシャン、14日、ナウルにそれぞれ寄港。15日、クエゼリンに寄港。8月1日、 内地へ向けクエゼリン発。3日、サイパンに帰港。8日、横須賀に帰島、21日、横須賀発。27日、横須賀に帰島、9月中の行動は不明。10月1日現在、軍隊区分内南洋方面部隊マーシャル、方面防備部隊に配置。10月6日、クエゼリン、8日、ヤルート、10日、マキン、12日タラは、 15日ナウル、17日ヤルートに、それぞれ帰港。19日、クエゼリンに帰港。28日、マーシャル諸島内に対する領食補給のためクエゼリンを、出港。28日ルオト、二29日オッゼ、三31日、タロア、11月1日ミレ、3日、マロエラップ、9日、ルオットにそれぞれ帰港。ルオットに在泊中の11日、 空襲を受け損傷した。12日クエゼリンに寄討。12月5日、マーシャル諸島内に対する領食補給のためクエゼリン発。6日ウォッツェ、7日、ミレ、8日、ヤルート、9日イミエジにそれぞれ寄贈し、10日クエゼリンに寄贈。10日、ミレがアメリカ陸軍機の空襲を受けた際、付近を航行していた本館は、アメリカ陸軍 B-24 枠撃機の 機銃奏者を受け損傷した。28日、クエゼリー運発。1944年1月1日、トラック機。1944年1月20日、ナイチへ向けトラック発。31日、横須賀に帰島。帰島後、横須賀海軍交渉で4月6日まで復旧修理を行う。4月1日現在、軍隊区分内南洋方面部隊付属部隊に配置。 4月6日、東松4号船団に追求するため横須賀発。9日、海軍徴用船三ま丸が、ひかみなりした際、本艦は三ま丸の遭難者を収容して、サイパンで下艦させた後、海軍徴用船小隋丸と合同して、トラックへ向かう。16日、トラック機。22日、内地へ向けトラック発。5月5日、横須賀に帰島。 帰島後、横須賀海軍交渉で修理を行う。5月29日、3530戦団に加入して、サイパンへ向け横浜発。6月7日、サイパン行き。6月11日、金崎戦団に加入して、サイパン発。25日、奄美大島機。29日、佐世保へ開港のため奄美大島発。7月10日、佐世保機。 8月下旬まで、佐世保海軍交渉で修理を行い、その後は、第4艦隊付属のまま南西諸島方面の輸送と補給に従事。9月8日、高808船団に加入して、鹿児島へ向けキールに発。20日、鹿児島機。10月21日、片916船団に加入して、那覇へ向け鹿児島発。25日、那覇機。 1945年2月26日、型604戦団に加入して、那覇へ向け鹿児島発。3月1日、九字湾に下白。同日、九字湾内でアメリカ艦上機の攻撃を受け、被爆し沈没した。5月10日、金崎は金崎型運送艦から削除され、帝国特務艦席から除かれた。矢野源三郎予備大員、予備少佐。 1942年4月1日から1942年11月30日、上野のりゆき予備対、1942年11月30日から1943年6月16日、鶴岡義平予備対、対、1943年6月16日から1944年2月2日、田崎末尾対、詳細。 1944年2月2日から1945年3月23日、AB 世界の艦船、日本海軍特務艦船士、P31、福井、写真日本海軍全艦艇士資料編、P 艦歴、表31、丸スペシャル、特務艦 P48 のいずれも、除籍日を20年5月1日としているが、該当日に、 艦の除跡に関する一例は施行されていない。AB マミズの積載量は、世界の艦船、日本海軍特務艦船士、P31 による、マルスペシャル特務艦、P29 では57.7トンとしている。法令上級カテカンは存在せず、運送艦だが、ウィキペディア、記事名の付け方に鑑み、記事名は、とする。カテカの名称は、戦時編成上。 あるいは軍隊区分編成上の補給種別として存在する。本来の船明表記は、交渉番高第4006校。なお、雑役船の船明は通帳上定められるものであり、命名ではない。第4海軍軍事部が、功績調査部へ提出した、功績外見表中、艦船名の記述があったものは、南進だけであり、灼熱の地にありて、 我が南方作戦の推進原動力としてと記している。丸スペシャル特務艦 P48 では4月18日まで修理としているが本艦は口実する通り東松4号船団に追及するため4月6日に横須賀を立ち4月9日にはひかみなりしたみま丸の乗員を収容している。ありがとうございます。